こんにちは、アクセルチャンネルです。本日司会を担当しますガンバゴリ氏の斉藤です。今日は中途入社された社員の方を招きして、なぜ株式会社アクセルに転職したのかを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。アクセルへ転職をお考えの方はぜひ参考にしてください。では今日出演してくださる方を紹介します。2021年6月入社、岡崎支店の足立です。現在は岡崎支店の支店長として勤務しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在は支店長として活躍されていますが、今回は転職したばかりの検査員時代の思い出をお話し していただければと思います。はい、では早速いろいろ聞いていきたいと思うのですが、まず前職はどういったお仕事でしたか？前職は引っ越し屋で働いていました。転職を考えた理由は給料面はもちろんなんですが、休みが多いところと福利厚生がしっかりしているところに惹かれて転職を考えました。どうやってアクセルを見つけましたか？転職サイトで見つけました。自宅から近くてかつ休みが多いところがいいなと思って検索しました。でもその条件だとたくさん出てきますよね。はい、その中でも未経験 OK だとかそういった内容で検索をしました。その他にもいいなと思う企業があったと思うんですが、アクセルが選んだ決め手は何でしたか？アクセルを選んだ決め手は、前職よりもお給料がいいのと、福利厚生面がしっかりしているところが決め手です。それと、面接をしてくれた方の人柄がとても気に入ったのが、決め手です。入社後大変だったことはありますか？夜勤になれるのが大変でした。でも慣れてからは、給料も、たくさんもらえるので、よかったなと思います。お給料も多くもらえるので、どこの支店でも夜勤を希望される方は多かったりするんですよね。女性でも夜勤に出ている方が多いので安心して働けると思います。そうですね。あとは、環境寒かったりとか暑かったりとかの環境に慣れるのが、大変かなとは思います。でも慣れてきたら、全然自分なりに対策の方は考えて作業の方はできるので、そこは慣れると問題はないかなと思います。僕を含めアクセルは前職の業種も職種も様々な人が活躍しているので、未経験だからと心配することではありません。では最後にアクセルで転職を考えている皆さんにメッセージをお願いします。アクセル自体全体的にアットホームな会社なので楽しく働くことはできると思います。頑張ったら頑張っただけしっかりと評価をしてくれるので、その点もいい会社だと思います。未経験の方から工場経験豊富な方まで働きやすい会社だと思いますので、ぜひ一緒に働きましょう。足立支店長、今日はありがとうございました。アクセルは一緒に働く仲間を募集しています。興味のある方は概要欄のリンクから採用情報を見れますので、ぜひご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。